はい、こんにちは。まえチャンネル、まえはらです。はい、ということで、スターウォーズエピソード7フォースの覚醒、昨日見てきました。初回を見てきました。すごくね、良かった。もうね、最近の映画の中ではね、本当にね、一番良かったと思ってますね。で、まだエイシン君はね、見てないので、もうここにちょっといるけどね、エイシン君は今回参加しないでねいるけど、これなんか別のもので遊んでるけど、今日は一言でこのスターウォーズフォースの覚醒を表したいと思いますね。で、その一言の前に、いくつかね、スターウォーズ見ててね、思った言葉があるんですけども、楽しみ、喜び、誠実、愛情、懐かし、目覚め、諦め、恐れ、怒り、悲しみ、哀れみ、勇気、この12のね、言葉がちょっと浮かんだんですけど、これをね、一言で表したいと。人間だってこの12の言葉って人間そのものじゃないですか。スターウォーズフォースの覚醒はね、これスターウォーズフォースの覚醒は人間なんですよ。ダメか、人間じゃダメか、やっぱりダメじゃん。意味わかんない。意味わかんないね。意味わかんないですね。はい、すいません。でもね、映画をね、見た方はこの12の言葉なんとなくわかるんじゃないかなと。そして、まあ人間って言ったってわかんないけど、ちょっと一言で表せない、やっぱね。面白かった、すごい面白かったです。今日もね、これからまた見に行く予定なんですけども、エイジン君とはね、明日行きましょう。はい、吹き替えを見に行きましょうね。あ、これってタブレット？そうそうそう。エイジン君はね、エイジン君は今日は妖怪ウォッチ見に行くんでしょ？うん。そうだよね。それパパも付き合いますから。今日はだからパパは、スターウォーズと妖怪ウォッチ両方見ることになるけど。ああ。まあ、また見るんだ。まあ見ますよ。今日見ますよ。2回目。2回目見ます。明日3回目だね。今回とにかくね、すごく面白かったので、ぜひ、これまでね、スターウォーズ見たことないって人もこれはね、楽しめるんじゃないかなと思いました。まあね、いくつか知っておかなければならない単語あるんですけども、それはね、今までご覧になったことある方に聞いておいた方がいいんじゃないかな。例えば、フォースとかね、ダークサイドとか、ジェダイとか、その辺の3つぐらいは多分知っておいた方がいいかなと思いますね。はい、知ってる。知ってるよね。そう、あとそうだ、これのキーワードの懐かしいっていうのはやっぱ昔から見てる方じゃないと分かんない言葉かもしれないので、まあ、これは今回の言葉に含まれる人もいるし、含まれない人もいるかもしれないですね。はい、ということで今回は「スター・ウォーズ・フォースの覚醒を」を、一言で表してみましたけども、一言でしたでしょうか。何それみたいな感じになっちゃったけどね。一言ということで今日の動画はですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、ということで今回は以上でございます。ダークサイド。